タシケント市、ヤッカサライ市民墓地内のタシケント日本人墓地、タシケント市、ヤッカサライ市民墓地内のタシケント日本人、墓地前景タシケント抑留日本人墓地は、ウズベキスタンの首都タシケントに存在する日本人抑留者の墓地。場所は、市の南東地区、ヤッカサライ通りに位置する公営墓地の一角、ドイツ人墓地に隣接している。太平洋戦争の終戦直後、中国東北地方や樺太に駐留していた日本兵、約 57.5 万人が武装を解除して投降した後、捕虜としてソビエト連邦内の各地に連行され、過酷な労働を強いられた。中央アジア地域のウズベキスタンにも約2万3000名の日本軍捕虜が移送され、同国の各地で建設事業に従事する長期的な抑留生活を送り、日ソ間の国交が回復され、帰国する1956年までの間に884名が亡くなった。ヤッカサライにある日本人墓地はタシュケント地区及びウズベキスタン各地で亡くなった抑留日本人共同墓地である。ヤッカサライ通りに位置する公営墓地の一角に日本人抑留者共同墓地として整備されている。ここにはタシケント市より79名、タシケント地区墓地より8名、計87名の日本人が眠る。ソビエト時代は土を持っただけであったがウズベキスタン独立後、遺族関係機関の支援やウズベキスタン政府の協力により、現在のような戦没者名と出身権を刻印した墓石が設けられ、敷地内央にはこれらウズベキスタン各地に点在する13カ所の日本人抑留者墓地の共同慰霊碑が設営されている。隣接して、ドイツ人抑留者の墓地がある。鎮魂碑、永遠の平和と友好付箋の誓いの碑には1990年5月23日、もう一つに、石踏み、永遠の平和と友好の誓いの碑には1995年10月1日の日付が刻まれている。当初は現地で埋葬されていたが、ソビエト連邦崩壊後、遺族や関係者及び、ウズベキスタン政府の手により、市営ヤッカサライ墓地内の日本人墓地が、ウズベキスタンで亡くなった日本人抑留者の共同墓地として再整備された。ヤッカサライ墓地に日本人が埋葬される経緯は、ヤッカサライ墓地の横を走る鉄道工事に従事していた日本人抑留者が病気で亡くなり、この墓地に埋葬したことから徐々に亡くなった抑留者が埋葬されるようになったという。他方、ソビエト連邦政府は、1958年、ウズベキスタンに存在した15カ所の抑留日本人墓地の閉鎖を命令した。そして、日本人墓地は1共和国あたり2カ所とし、それ以外は更地にせよとの内容であった。ウズベキスタンでは、カガンと高感度の2地区が日本人抑留者の墓地として維持管理を続けられた。1978年になり、帰国した抑留者及び抑留者の縁戚関係者の渡航が解禁され、墓地整備の下地が作られた。本格的な抑留日本人墓地整備は1983年に福島県ウズベキスタン文化経済友好協会親善使節団がウズベキスタンを訪問したことに始まる。10年後の1990年、交流10周年記念共同事業として、福島県ウズベキスタン文化経済友好協会親善使節団が再訪し、タシケント日本人墓地に鎮魂碑が建立された。ウズベキスタン独立後の1994年には、アングレンの日本人墓地が整備され、翌1995年、タシケント日本人墓地に、ウズベキスタン全土の日本人合同の鎮魂碑が建立された。また、2001年には、中山茂明衆議院議員が中心となり、日本人墓地整備と鎮魂の碑建設発起人の会が設立され、日本全国で募金活動が行われた。2002年、ウズベキスタンのすべての日本人墓地の整備が完了し、5月25日には、ベガバード市の日本人墓地において、鎮魂碑の除幕式が、タシケント市では、日本人抑留者記念碑除幕式が行われた。日本からは、中山議員及び自民党政務調査会長であった麻生太郎元首相が出席した。2009年には平岡大使がアングレン、高感度、フェルガナ、アンディジャンの日本人墓地への墓参を行っている。シベリア抑留中に死亡した 46,571 名中、ウズベキスタンでは884名命を落としている。ウズベキスタンの日本人抑留者の墓地は、タシケント市、ヤッカサライ市営墓地のほか、タシケント市内のヤンギュリとハムジェンスキーに墓地がある。ウズベキスタン国内では、タシケント州アングレン市、チルチク市チルチク、ベカバード市、ボスタンデクス市、フェルガナ州コーカンド市、フェルガナ州フェルガナ市、アンディジャン州、アンディジャン市、ブハラ州カガンなど13カ所に日本人墓地がある。中山京子、ウズベキスタンの桜、KTC 中央出版、2005年。ISBN 978-4-877583545。藤野達前、もう一つの抑留ウズベキスタンの日本人捕虜分離学、2004年。ISBN 4-89225946001。ありがとうございます。